遊びに来てくれたのか？たまたま近くを通りかかっただけです。チャチャ様、こちらはお知り合いの方ですか？明智光秀の娘です。なんと、いかにも、わらわは明智光秀の娘じゃ。今はチャチャ預かりの身となっておる。つまりわらわを煮るなり焼くなり、チャチャの自由ということじゃな。そうなのですか。そんなわけがないでしょう。真面目に取り合うのをやめなさい、雪村。あ、はあ。あながち誤りでもなかろう。わらわがこうしていられるのはチャチャのおかげじゃ。何が、大阪を好きに離れることさえさせてあげられないのに。それは致し方ない。チャチャがこうやって遊びに来てくれるだけで十分じゃ。通りかかっただけです。うむ、ではまた通りかかるのを楽しみにしておるぞ。チャチャ様、お待ちください。雪村と言ったか、そちはチャチャの従者なのか？は、はい、まあそのような。そうか、ではチャチャに優しくしてやってほしい。できればダチになってあげてほしいのじゃ。ダチ？そう、ダチじゃ。わらわもそう思ってもらえればよいのじゃがな。